ハッピーサンデー、アリサです。今日も質問があります。どれだけね、人に与えてますか？先週献血に行ってきました。献血はね、私がカナダに来てからね、血が足りないっていうコマーシャルを見てからなんか始めたことの一つで、日本ではバイトはしたことあったけど、血をね実際にあげたことはない子だったんですけれども、なんかこっちに来て始めました。カナダに来て驚いたことの一つ、そして今はねすごく好きなところの一つに、ボランティア活動、チャリティー活動がすごく盛んで、みんなの中にねギビング、あげる、与えるっていう精神がね根付いています。カナダはね、移民の国なので、みんながね、助け合って生きていくっていう精神がね、基本的にあるからできているのかもしれないんですけど、例えばヨガをボランティアでずっと教えてたりとか、施設でね、マッサージをしたり、食事の供給をしたり、ホームレスの人たちでね、ギフトをあげたりとか、月々どっかのね、チャリティーにお金を入れてたりとか、ホームレスの人にお金あげるとか、なんかもう、そういうなんかギビングが普通にされている気がします。Giving opens the way for receiving っていう言葉があって、与えることっていうのは受け取ることのその道をだんだんオープンにしていくよみたいな言葉なんですけど、その与えることで受け取ることのこのサイクルがね、与えて受け取って与えて受け取ってっていうサイクルができやすくなる。で、与えることっていうのは幸福感ともすごく密接な関係があって、血を与えただけなんだよ、選手なんて。なのにもしね、これでちょっと血が足りない手術中の人とか、そういう人がちょっと助かるのかなとか思ったら、ちょっと心が温かくなりますよね。なんか今の時代、自分を愛するとか、自分を満たすとか、もちろんそれはすごくすごくすごく大事なことなんですけど、それと同時に社会とのコネクション、人に与えることっていうのをなんか意識して生きてみたら、またなんか違うことが発見できるかもしれない。で、その与えることっていうのは全然大きいことじゃなくてもいいんです。道すれ違う人との笑顔の交換かもしれないし、重い荷物を持っている人を助けたりとか、席を譲ったりとか、道に迷っている人を助けたりとか、お花を見て一輪の花をね、この人にあげたいなと思った人にあげるとか、お金に困っている人がいたら500円とかね、あげるとか、なんかそういう本当に全然大きいことじゃないことから始めてみてたら、何かが変わってくるかもしれません。重要なのは受け取るために与えるんじゃなくて、もう与えたいから与える、それが重要。期待とか見返りとかはなしで、もう心の底から与えたくて与えるっていうことが一番重要かなと思います。ということで、今週は人に与えることを意識して生活してみてください。もしね、こんなことしたらこんな気分になったよっていうのがあったら、コメント欄に書いてくれたら嬉しいです。お、道に迷ってる人を助けるといえば、私の友達がバンクーバーでね、道に迷ってるおじいちゃんがいたんだって。で、大丈夫って言って助けたら、なんとハリソン・フォードだったっていうね、そんな出会いもあったりするので、どこでね、どんな出会いがあるか本当に分かりません。ということで、今週のウェルネスティップは与えることでした。ビデオいいねボタンぜひお願いします。チャンネル登録まだしてなかったら、ぜひぜひチャンネル登録してくれたら嬉しいです。このウェルネスティップで話してることなんか、もうみんな絶対知っていることなの。でも日常生活生きてると忘れがちだし、時々さ、ちょっと思い出すことが大事で、このビデオは私自身へのね、そういうリマインダーとしても作っています。ので、もしなんかこんなこと話してほしいとかさ、こんなことどう思いますかとか、そんなのあったらリクエストぜひくれたら嬉しいです。というわけで、今週も最高の1週間になりますように。バイバイ。